はい、皆さんこんにちは、新たにリスタイルから、発売となるフレックスローラーですね。まあ、いわゆるグライド系の、まあ、ビッグベイトとまでいくのかなっていうぐらいの、まあ、サイズ感です。で、まあ、このグライド、まあ、SG の、特徴なんですけど、比較的こう、なんていうのかな、急ピッチにこうピッピッピッと、結構ハイピッチにこう S を書くようなセッティングになってます。で、プラスでまあその S を書くっていうのはまあ基本なんですけど、まあ、なかなかそのやっぱり S を書いてるだけじゃこう最近のフィールドなかなか食ってこないので、まあ、その S で例えば出てきたバスをどう食わせるかとか、まあ、これ1個でいろんな技を繰り出せるようなからくりが入っています。うわでっか、これうわあ60だね。あれ減らすね。そう、こうテールがブルブルしてるんですこれ。ちょっと柔らかいんでね。すげえ、コバスが折ってる。取れちゃいそう。取れちゃいそう。今食ったと思う。結構深いですよ。レジ巻き。うわ。レックスオーバー、レジ巻き。今のはね、なんて言ったらいいんだろう、そこの張り出しみたいなのが1個あって、でそこのブレイクの外側をなんかでかいやつがクルーズしてて、でそのなんて言うんだろう、岬のところに何匹か、まあ、エビ食ってるのかなんか分かんないですけど、なんかいるんですよ。でもちょっと深くて、で重り張って、でこう1回ボトムまで沈めて、こうデジ巻き、ボトムちょい浮きぐらいでこう最後デジ巻きしたらバコン。まあまず見た目からいくと、ここの頬の左右の部分に、まあ、アイがついています、まあ、これは、まあ、ボトムにこう置いたりとか、まあ、ちょっとこう、底付近で使うような状況下でどうしてもこのフックが、下向きについてますので寝掛かりしやすいといった時に、まあ、こういった感じでサイドにフックを、セットして腹のフックを取ってやるといった、まあ、こういった、まあ、ちょっとこう対障害物というか、まあ、そういったセッティングができるような、アイが、左右についています。でもう一つ、普通にまあこの一番先端にあるアイと、この頭の部分にもう一個、まあ、多目的アイと呼んでるんですが、がついています。でこの、アイを付け替えることによって、こっちの頭側のアイにすることによって S も、まあ、一番こう先端でやってやるとこういった感じのいわゆる普通の S なんですが、この頭に付け替えるとこうロールが入る、ルアーがこう倒れ込むような
感じのアクションになるので、まあ、頭につけてこうちょん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 とシェイクなんかしてやってもこうキラッキラッキラッとロールする、まあ、ロールアクションが出せる、アイに、なっています、はい。まあ、そういった、いろんな特徴が、いろんな特徴を入れた、ベイトなんですが、最大の特徴はこのテールです。こいつが、まあ、実は水を受けて、まあ、ビローラみたいにブル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 っとこう細かく振動するんですね。まあ、これによって、まあ、例えばこう S で追ってきて止めとく、止めておいてもこう意外と最後までこいつが動いてるんで、まあ、バスもこう最後まで来てパクッと食ったりとか、まあ、あとはそのボトムに置いたりしてもテールがビリビリビリって動いてるんで、意外とこう竿でシェイクしてあげて、やったりするとさらにブルブルして食ってきたりとか、まあ、そういった、まあ、いろんなギミックが入ってます。まあ、このテールは本当最大の特徴ですね。本当ブル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 細かく、震えるテールになっています。まあ、フレックスローラーの基本的な使い方です。まあ、投げて、まあ、S 普通に巻けばこういった感じで S 書いてくるんですけど、こんな感じ、まあ、巻き方のスピード感で、まあ、この S の例えばまあこうゆっくりふわん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 みたいな、まあ、ちょっと大幅に振ってやることもできるし、まあ、比較的こうクイックにクッ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 と、まあ、デジ巻きみたいなので素早い首振りみたいなのもできます。まあ、投げてこうゆったりとした S だったりこう、まあ、あとは竿でこうちょんちょんやっても比較的機敏に動いてくれます。まあ、アイの位置を、まあ、これで変えます。頭側にこれを移すと、まあ、ボディが結構倒れ込むようなアクションに変わります。まあ、こう投げて、まあ、同じ S でも結構こうボディがこうくるんと今こう倒れ込んでるの分かりますかね。くるんとくるんとうねるようにこう S を描くアクションになってます。腹側の白いボディがブワーンと見えるグラーンとなってると思うんですけど、ね、デジ巻きにしてもこう結構クッただ、ボディが倒れ込むので、こういうクイックなアクションは出せないですね。こっちはどっちかというとこうゆっくりとしたこうロールアクションでこうシェイクしたりするとこうやってちょんちょんちょんと倒れ込んだりゆっくりシェイクしてもこうピクピクピクってちょっとボディをこうくねらせるようにこんな感じくねくねしながら S を描いて、よっしゃ、食った。よっしゃ、フレックスローラー。ネットだこれ。ガツってんな。よっしゃ。フレックスローラー。ハーモニカ食いしてる。よし、やっといい位置に入った。
痩せるでもいいよ。バンクに落として、岸に、岸っていうか水中に入って、でパッと見に来て、ピュンというジャークで一発。いや、時期によって違うんですよね。今回、今6月か、6月に来てるんですけど、まあ、6月ぐらいからまあスポーンがほとんど終わってきて、夏に向かってくるとこういうバンク沿いをクルーズするバスがもっと増えるんですよ。そうすると結構その岸沿いに要は餌を追い詰めて食うんで、ボートをその岸と平行に、まあ、今回やってるような釣りですけど、平行にこう流していく釣りが効くんですよね。だから、この S でどんどん岸に持っていくっていうか、まあ夏はそんな釣りで、まあ秋はちょっとなんていうのに言えないけど、冬はやっぱ沈めて、いわゆる普通の S で釣っていくような釣りが効きますね。サイトはやっぱ結構いけるかな。秋なんかになってくると、もうあのアクションなしでこう見えバスに投げて、まあ、これちょっとフローティングだからできないけど、シンキングでこう I字でゆっくり引っ張ってやってとかですかね。はい、まあ、フロックスローラーのタックルなんですけど、まあ、僕は基本ほぼほぼこの 73H を使ってます。ただ状況次第で、例えばこうサイドフックに変えてボトムに沈めてこうシェイクしたりとかするような時もあるので、そういう時は 70HS ブルートレックで、近距離ですね、近距離で、こう手返しよく打っていくような時は、まあ、新しく出る66の、H というロッドがあるんですが、まあ、これを、使っています。まあ、ほぼほぼこの 73H で、まあ、あと 70HS か66の H か、まあ、この3本を使い分けています。ラインに関しては、まあ、ほぼほぼフロロカーボンの16から20ですね。今回はこの20ポンド、731には20ポンドを使っています。まあ、こういった感じで、初回はまあフローティング、が出ます。まあ後からシンキングも出るんですが、まあ、フローティングの場合はまあウェイトをこういった感じで、まあちょっと水温によってグラムは変わってきちゃうんですけど、まあ、頭の方のお腹側と、まあ、2つ分割されているうちの上側のボディに、アイを挟んでこういった感じで、ウェイト調整してやると、まあ、沈んでくれますので、まあ、シンキングが出る前にちょっと沈ましたいみたいな時は、このボディのところに、板重りを貼ってもらって沈めて使ってみてくださいといった感じの、ニュータイプのグライド系フレックスローラーです。